ウプサラ大聖堂内部ウプサラ大聖堂は、スウェーデンウプサラにある、スカンディナビア諸国で、最大級の教会建築。高さ118.7メートル、幅118.7メートル。大聖堂の建設は、ガムラウプサラから大司教座が移転した後の1287年から、始まった。完成までに1世紀以上を要した。大司教を、 オラウス・ラウレンティ時代の1435年に使用され始めたというが最終的な完成に至っていなかった。当時スウェーデン全国で崇拝されていた聖ラウレンティウス、スウェーデンの守護聖人聖エリ陸、ノルウェーの守護聖人聖オーラブーに建動された。完成したのは1435年以後10年間の期間である。大聖堂は 1702年の大火で激しく損傷し、1619年のルネサンス風外観に手直しがされた。例えば、高いオランダルネサンス風戦闘は建築家、カール・ハールマンによって小さく、ドームに似たバロック様式の塔に作り替えられた。二度目の改修は建築家、ヘルゴ・ゼターバル指揮家の1885年から1893年にかけ、行われ、彼は大聖堂に、 フランス風のゴシックリバイバル建築要素を与えた。ゼターバルは中世のレンガ壁の大部分を大幅に改造し、白く洗いさらした目隠し窓をもたらすほっそりとした外観を与えた。最初の中世時代の大聖堂はバルチク国際ゴシック様式で頑丈なレンガの壁が採用されていた。小さなバロック様式の塔群は第三の塔や、 高砂狼上の小島群を含め高い戦闘にとって変わられた。内部の天井と壁はネオゴシック様式の装飾がなされ、マルティンルターのような描写がいくつか見られるものの、大聖堂の中世の遺産を再構築しようとはされなかった。ゼターバルによって加えられた外側構造のセメント部分は数十年後に取り払われた。中世には、 教会を除くすべてのウプサラの家々は木造か、レンガでできた平やかに階建てからなっていた。大聖堂は今日よりも一層巨大に見えていただろうと思われる。興味深いことに宗教改革までは教会はウプサラ周辺の住民の信仰の中心地というわけではなかった。教会は教会法によって公的サービスのためとって置かれたのである。 ウプサラの主要教会で、教区教会は、セーペテロ教会、聖母教会、そしてフランチェスコ会派修道院とボンディキー館であった。農民教会以外の3つの教会は、ウプサラの商業区フィリーゼンの東側に存在したが、宗教改革の間に相次いで壊された。大聖堂は、多くのスウェーデン王王妃の戴冠式が行われた場所である。 主に中世から17世紀後半まで戴冠式が執り行われた。その後1872年より、ストックホルム大聖堂が公式の戴冠式の場所となった。スウェーデン王、また著名な人物が大聖堂内に埋葬されている。大聖堂内には任期中に自己死した国際連合事務総長ダグハマーショルドの小さな記念碑がある。 そこにはスウェーデン語で以下の文が刻まれている。カヨウタングド、アイメイダグホマーフルド1905から1961、英訳、ノットアイ、バッドゴ t トイミー。ありがとうございます。